小松島線は、かつて、徳島県小松島市の中田駅から同市内の小松島駅までを結んでいた日本国有鉄道の鉄道路線である、国鉄路線として最も営業キ路が短い路線として知られていたが、1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法施行を受けて、翌年に第一次特定地方交通線に指定され、 1985年3月14日に全線が廃止となった小松島港駅に到着する快速列車、急行列車の車両が直通しており、ヘッドマークを確認できる小松島線は当時から評価の高かった高松港に対抗して、和歌山、大阪、神戸と徳島を直接結ぶ際航路あるいは汗、航路の価値をより高めるために、 震度が浅く大型船の入港が難しかった、徳島港に代わって整備された小松島港と徳島間を鉄道で結び、利用像を目指して、阿波国共同機船が建設した鉄道で、1913年の開業時から国は借り上げて小松島警弁線船として営業を開始した。1916年に途中の中田を起点にして阿南鉄道が開業。 その翌年には小松島警弁線は正式に買収、国有化され、1922年に徳島小松島間が小松島線となった。1926年には小松島に建築が新設され、1927年には徳島機関庫が廃止され、小松島機関庫が設置されたが、この時期は小松島が重要になっていたために機能を、 集中させるのが特策だったためと考えられる。1935年には徳島高松間に高徳線が開通。1936年には創車の都合で徳島に小松島機関区徳島区を設置。徳島港も改良工事が進められた結果、徳島本州間の運輸ルートが多様化。小松島港も競争力を向上させる目的で、1940年、 小松島港利用旅客の乗り換え利便性を向上させるために小松島駅構内の小松島港乗船場に近い場所に小松島港仮乗港場を開設してこれに対抗した。1961年徳島中玉が分離の上麦線に統合されそれ以来国鉄最短の鉄道路線となった。またこの時小松島機関区も廃止され 徳島市区は新設の徳島起動車区に吸収された。晩年に至るまで、吉野川など、徳島本線直通の優等列車が発着し、日和航路を介して、関西地区四国の連絡路線の役割を果たした。また、小松島駅構内には、小松島客貨車区及び、徳島起動車区の市区が設置され、徳島地区の交通の中枢となっていた。しかしながら当線の主要な役割であった。 戦客輸送は徳島港の春節整備が進んだことから共同規制などの運航事業者が発着港を小松島港から徳島港にシフトさせるようになりとりわけ鉄道利用を期待できる高速船は徳島市内中心部へのアクセスが便利な徳島港のみの就航となったため乗客は減少の一途をたどるようになるこのため国鉄は年制定の 赤字83線に含め廃止の方針を見せるようになる。徳島県が同意を受け入れた際には、日本鉄道建設公団 AA 線の朝東線のうち、ほとんど完成状態であった海復四宿位間を国鉄麦線として開業させるという交換条件まで出されていたが、結果的に同意は得られなかった。1981年に第一次特定地方交通線に指定。 1985年に廃止されバス輸送に転換された。結果的に小松島港の船客輸送を目的として建設され、同港における船客輸送の衰退と運命を共にした形であった。当選廃止後も小松島港を発着していた南海フェリーも1999年に徳島港へ発着港を移し、現在小松島港を発着するフェリー並びに旅客航路は皆無である。 全駅徳島県小松島市に所在。事業者名、路線名等は廃止時点のもの。廃線後廃線後は中田駅から小松島駅跡地の小松島ステーションパークまで遊歩道として整備され、遊歩道脇の中継信号機に王子の面影を見ることができる。当線は終点は仮上工場となっている。通常、仮上工場には営業キロが設定されず、 仮上工上発着の運賃は、運賃計算経路の外方にある営業キロのある、駅からの営業キロで計算するのが原則であるが、小松島港仮上工上には、運賃計算経路の外方に駅が存在しないので、小松島駅からの営業キロを用いて計算することになっていた。1982年の衆院予算委員会の会議録によれば、 小松島駅の取扱収入は年間で6、900万円であったが、小松島線の乗車キロ分だけ分割し、2、200万円となった。小松島駅構内の車両基地の人員は、機関区に71人、課客者区には29人。小松島線の維持のため充当されていた人員は、営業、運転、管理等を含めまして、今の基地の人数とか何かは別にいたしまして、 直接その短い区間の仕事のために43人の人が配属されておるとのことである小松島線の営業係数は1572であった小松島線の廃止に伴い国鉄最短路線は貨物線の手宮線旅客営業を行う路線に限れば勝木線となった勝木線は小松島線廃止日後の年月日に手宮線は 同年11月5日に廃止されたため、貨物船の新港船が国鉄 JR 最短路線となり、旅客営業を行う路線では勝木線廃止後は桜島線が最短路線となった。その後、1996年に宮崎空港線が開業し、これが現在に至るまで最短路線となっている。ありがとうございます。